こんにちは、スパンダです。メタルギアソリッド5ザ・ファントムペインのエンディングといえば、鏡の前に立ったベノムに対しビッグボスのカセットテープが再生されるシーンが思い浮かぶと思います。そしてこのエンディングシーンはこんな言葉から始まります。思い出したか、自分が何者で役割は何か。ビッグボス自身が影武者であるベノムに真実を伝え始める言葉。そして彼はこう続けます。お前のおかげで俺はもう一つの世界を生き延びた。そしてもう一つの世界を残せた。ベノムの救急解説でもお話ししていますが、このエンディングシーンはアウターヘブン内部、ソリッドスネークがベノムの直前まで迫ってきている場面での出来事であり、彼が命を落とす直前の模様であると私は考えています。つまりこのエンディングシーンそのものがメタルギア1へのミッシングリンクであり、ビッグボスが自作ザンジバーで生きていたことへの回答であると。しかしゼロやオセロットによる強力な暗示がかけられていたベノムがなぜあの場面で急に記憶が戻ったのか気になりますよね。タイミングが良すぎるんじゃないかと。そう、このエンディング急に記憶が戻ったような演出がされていますが、さすがにそれは不自然なんです。そして記憶はすでに戻っていた後だと考える方が自然です。もし TPP が未完であるということが確かなのであれば、この他にメディックとしての記憶を取り戻すイベントがエンディングまでにあったのかもしれません。ですがこれに関してはもはや永遠に答えが出ることはありませんので、あくまで本作がこの内容で全てだと仮定した場合での話です。オペレーションイントゥールド N313 の内容とともに真実を録音したテープをビッグボスはベノムに送りました。思い出したかなんて言い方での始まりは記憶を取り戻した後だからこそ言える言い方であって、その理由はベノムの記憶を呼び戻すことが本来の意図であったという以外に他ならないでしょう。ではなぜ記憶を呼び戻す必要があったのか。スパンダ的にこのテープはベノムに送った最後の手向けの言葉であるようにも感じます。さてここからはあくまでいつも通りスパンダの推測妄想考察となりますので、一緒に楽しんでくださいね。そしてちょっと話が複雑になってくるので、もしストーリーがわからない方はベノムやビッグボスの解説動画をご覧になっていただいてからでもいいかもしれません。ザ・ファントム・ペインエンディング後のオセロットとの会話からわかるように、カズ本人はビッグボスとの決別を誓っており、ファントムも息子たちも俺が大きくすると語っています。ビッグボスを撃つまで俺はこの役割を続けると。何をしたらいいか教えてくれとまで本編で彼が話していたように、元々の人情深さも相まってベノムはカズのことを信頼し、記憶が曖昧だった頃は頼り切っている節もありました。カズ本人にとっては操りやすかったと言っていいでしょう。そしてそのうちにあまりにも拡大していく傭兵組織ダイヤモンドドッグズの拡大にビッグボス本人が関与していたかどうかは分かりません。しかしもしカズの言った俺はビッグボスを撃つという言葉が一時の感情に任せた言葉でないのであれば、ダイヤモンドドッグズという組織の拡大はカズの意思と考えた方が自然です。ビッグボス側にとっても表側でダイヤモンドドッグズ、そして影武者としてのボスが知れ渡るほど自分の身は隠しやすくなりますからね。オセロットという監視役がいることもあり、何か大きな変化があれば逐一ビッグボスの元に情報は流れていたことでしょう。 TPP 後ベノムがカズと共に大きくしていったダイヤモンドドッグズは80年代後半にアウターヘブンと名を変え、南アフリカの奥地を拠点とします。そしてそこではマットナー博士によって核搭載二足歩行戦車メタルギア TX55 の開発が進められていました。さてここで一つ疑問が出てきます。この南アフリカ奥地に現れた傭兵組織アウターヘブン、そして開発が進められていたメタルギア、果たしてビッグボス本人の意思によるものなのでしょうか。ファントムペインのエンディングが公開されたことによってカズとビッグボスの対立構造が具現化されました。すなわち自らが育てると話したベノムも自分側に引き入れている可能性は高いですよね。
さらにカズにはピースウォーカーやファントムペインで培ってきた傭兵ビジネス、そして組織拡大のノウハウが詰まっています。つまりカズ自身だけでもベノムというイコンを手にしていることで、そこに集まる人々の統制は可能であるということです。こうなってくるとメタルギアで展開される物語には2つの世界線が考えられるようになってきます。一つはビッグボス本人の意思で拡大していったアウターヘブン、そしてもう一つはビッグボスの意に反して大きくなり、アマツさえ本人の意思に反するところでメタルギアの開発まで進められていたアウターヘブンという世界線です。さすがに話が飛躍しすぎている可能性もありますが、カズは先ほどお話しした通り組織の拡大やメタルギア建造に関しても経験を持ち、一度壊滅にまで追い込まれた MSF を再建しダイヤモンドドッグズを作り上げている過去があります。すでにほぼ仕上がっていると言っても過言ではないダイヤモンドドッグズをさらに拡大させ、ジークやサヘラントロプスの時のように新たなメタルギアを所持することに抵抗はないでしょう。そしてもしもカズが組織の拡大とともに本物のビッグボスをベノムにとって変わらせようと計画したのであれば、そんな考えは面白くないでしょうか。ベノムを本物のビッグボスに仕立て上げる、これがカズにとっての復讐だったわけです。真実と虚構を織り交ぜ、ベノムを真のビッグボスとして表の世界の兵士たちのイコンとする。そう、ゼロが間違い罪を犯してしまったやり口を再びベノムを使ってやり遂げる、それこそがカズの思い描いた自分たちの居場所、もう裏切られることもない、失うこともない真のアウターヘブン。それを実現とするためにカズはサイファー、つまり愛国者たち側とのつながりを再び続けていくのです。メタルギアに関しては秘密裏に動いていたカズでしたが、その動きは NATO に察知され、米政府引いては愛国者たち側に知れ渡っていきます。これを知ったビッグボス、当時はフォックスハウンドの総司令官として米政府に取り入り、愛国者たちに対する反乱の機会を狙っていましたが、アウターヘブンのことが明るみになったことによって窮地に立たされます。ベノムの存在が公になればビッグボスがこの世に2人存在してしまうことになり、影武者自体が意味をなさなくなってしまう。当時のダイヤモンドドッグズ内ではベノムを影武者だと気づいている者も多く、それでも宙を誓う兵士たちは多かったようですが、だとするとそれでもビッグボス本人には都合が良くないわけです。ビッグボスではなくベノムに宙を誓っているわけですからね。そこでビッグボス本人はグレイホックスにその任を任せます。俺のファントムを始末してくれないか、そう言ってボスはベノムに渡すように一つのテープを託すのでした。彼への今までの感謝と最後の言葉を吹き込んだテープを、あとはゲーム内で展開する通りの内容。グレイフォックスはベノム殺害に失敗、捕らえられた後次に潜入任務に訪れたのがソリッドスネークとなるのです。ファントムペインのエンディング後のカズとオセロットの会話、それにつながるアウターヘブン放棄からシャドウモセス島事件前のカズ殺害に至るまでの経緯、ここら辺を考えるとあながちなくはない妄想の一つではないでしょうか。まあたとえこれが真実だとしたら多くのファンが望んでいる内容ではないと思いますが、そしてそんな考えを話していると一つ気になる点が出てきます。ベノムは果たして最後までビッグボスに忠を尽くし続けていたのかということです。TPP エンディングの一連の流れは最後までファントムとしての役割を全うしようとしているようにも、逆に見方によってはビッグボスに対しての決別を表しているとも取れる内容だと思いませんか。ベノムの記憶が一体どこで戻り、何を思い、そしてどんな気持ちでソリッドとの戦いに挑んだのか、それに関しての本人の気持ちは今となっては分かりません。しかしその謎を紐解く鍵が実はシリーズ過去作の中でされているのではと私は考えています。そのシリーズタイトルとはメタルギアソリッド2。メタルギアソリッド5がグラウンドゼロズとザ・ファントム・ペインに分かれていること、これはメタルギアソリッド2のタンカー編、プラント編に実によく似ています。チュートリアル的な要素を担うタンカー編とグラウンドゼロズ、異なった主人公を操ることになる本編のプラント編、そしてザ・ファントム・ペイン、
タンカー編ではソリッドスネーク、プラント編ではライデンが主人公として登場する本作。愛国者たちという名が初めて明かされ、本当に重要な真実とは何か、そして次の世代に伝え続けなければいけないものは何か、デジタル化されていく社会の中で起こり得る未来の恐怖に切り込み、まるで今の世を予言しているかのようなストーリー展開でプレイヤーを驚かせてくれた問題作。この中では仮初めの記憶を植え付けられていたライデンが自分自身の真実を知り、その存在や役割について葛藤している様が描かれています。自分は何者で、一体自分の役割は何なのか。そう、ビッグボスがテープでベノムに伝えたあの言葉と同じ内容です。ライデンはフォックスハウンドの新人隊員という記憶を愛国者たちに埋め込まれ、自身がジャック・ザ・リッパーと通称されるほどの殺人気質であった過去を封印されていました。しかし自分を誘拐し育て上げたソリダス・スネークから真実を告げられ、以降自分自身の本当の記憶と作り上げられた記憶の中でもがき苦しんでいきます。本編の主人公は能動的ではなく、自分の役割を振り当てられこなしていく。受動的な主人公の立ち位置設定もメタルギアソリッド2とメタルギアソリッド52つの作品は似ているような気がします。そして自分の存在理由について迷うライデンにスネークが言い伝えた言葉は、まるでベノム本人にも当てはまっているかのような内容なのです。俺は誰なんだ。誰も自分が何者であるかなんて答えられないさ。お前はライデンという記憶、役割を背負わされてきた。それが本当かどうかは問題じゃない。この世に完全なるリアリティなんて存在しない。現実と呼ばれるものの多くはフィクションで成り立っている。目で見たものも脳が現実と感じた現実でしかない。じゃあ俺は何を信じたらいい、何を次の世代に伝えたらいい。俺たちが伝えるのは信じるもの、俺たちが信じたもの、大切だと思えることだ。正しいかどうかではない、正しいと信じるその思いこそが未来を作る。愛国者たちもある種語り伝えられてきたものだ。いいか、言葉を信じるな。言葉の持つ意味を信じるんだ。自分の名前など自分で決めればいい。自分の進む道も俺が決める。そう、それがお前自身だ。俺にできるだろうか。確かに今回お前が自分から何かを選ぶことはなかったかもしれん。だがその間にお前が考えたこと、感じたことはお前自身のものだ。それをどうするかはお前次第。これからどう生きるか。そうか、最初から名前や思い出があるわけじゃない。そして語り伝えるものも自分で決めることだ。誰かが決めるもんでもない。ザ・ファントム・ペイン本編でベノムが自分自身のことを多く語ることはありません。なぜなら古き良き RPG ゲームの始まりで主人公の名前を入力するところから始まるように、主人公はプレイヤーであるあなた自身でもあるからです。そしてあなたが主人公であるという事実があるからこそ、メタルギアソリッド2で AI が言ったコンテクストの生成という言葉が生きてくるわけです。ではコンテクストとは何でしょうか。英語でこの言葉は文脈を意味しますが、その文章の流れによっては前後関係、脈絡、状況などを指すこともあります。コンテクストとは特定の何か事柄を指すものではなく、実に曖昧なものを意味しているのです。つまり分かりやすく言うと、空気を読むという言葉の空気に値すること、これがコンテクストというわけです。場の空気を読むという空気とは何かと言われても一概にこれとは言えないですよね。目の前にある無数の情報の中から、まるでパズルのようにはまるピース同士を見つけてパズルを完成させていく、これがコンテクストの生成というわけです。メタルギアソリッド2で AI がライデンに言い放ったことは、この行為を AI が取って代わるという内容です。人間は全て平等ではありません。違う場所で生まれ、違う文化の中で生き、
その中で自分にしかない感性というものを持って成長していきます。しかし AI が言う理屈とは、この個性は人類にとって不要であり、等しく皆が正しく同じ回答を選択することこそ進化の過程に必要なものだということです。ならばその正しい選択肢、すなわち先ほどの話で言う空気にあたる情報の取捨選択を全て AI によって意思決定をさせよう。これが彼ら愛国者たちの AI が目指した未来というわけです。ですがこれとは対照的に、ザ・ファントム・ペインのエンディングはスネークをプレイヤーに返すという意味合いとともに、それぞれが作り上げたメタルギアソリッドこそが誠の真実だと言わんばかりの内容でした。多くが語られない真実、足りないパズルのピースはあなた自身がコンテクストの生成をしながら伝えていくこと、そしてそれがあるからこそメタルギアは永遠に私たちの中で生き続けていくのかもしれません。メタルギアソリッド2とメタルギアソリッド5の間に見られた意外な接点、聞いてみてどう感じたでしょうか。ぜひ感想を聞かせてくれたら嬉しいです。このチャンネルでは他にも多くのメタルギア作品を取り扱っております。時代に残る名作をいつまでも世に伝え続けるために日々動画投稿を続けていますので、ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。